ってという駆け引きも少しずつ始まってきますので、1エンド目でも攻めに行く両チームも多いと思います。有利な後攻のチームが普通に得点を上げていくというふうに仮定をするならば、偶数の6、8、10エンド、最終の10エンドでも、まあ、もうそこをつけていきますね。中退か、そっちの成功率に成功率を取るらしい。じゃあどうして？私の愛しい人を読ませていただきました。素晴らしい原稿でしたけど、うちで出すことはできません。やるわね。あなたは会社の話に手伝っているということ、うん、これがその原稿です。最後の一通り決まるからね。向井先生、読んでいただけますか。物語忘れちゃった。